のサーブ、スピタリック、よっしゃ、最初の1本取りました。いや楽しみですね、本当にワクワクしてきますね。初対戦のこの阪神当選の張本、バックハンド、いやー、出てますよ。張本のサーブから、うわー、強烈なフォアハンド。チキータが来る、返した、うわー、それをまた返す阪神と、なんだこの反応は。いやー、今張本もいいプレーしたんですけどね。初返球、大丈夫、バックハンド振ってきた。対に阪神と1点リード、バック振ってきた。ロングサブ返す、今度は短いサーブ、フォア前に、やーっ、チキータ、今までより何か取り澄まされた感じがあります。はい、チキータ、バカドー、強烈、ノータッチ。さあ阪神と1点リード、ストップ、打ってくる、ブロックはネットだ。いやー、フォアミドルの厳しいところに打ってきます。こういう経験ですね、はい、こんないいところに打ってくるんだと、バックハンドはミートしない。ここも非常に力強い阪神党の打球、張本が押されました。ここよし、決まった、悪い。カーブからの展開では比較的点が取れています。あとはレシーブですね。阪神とバックハンド止める、よし、ブロックするだけではなくてスピンをかけていました。相手から逃げていくシュート性、これが日本の誇る才能のプレーです。キーダストレート、バックハンド、ナイスキーダ、決まった。張本、7対7。いやー、チキーチキーダが来る、強烈だ、これが世界のチキータだと。いや、河野さん、これスピードもコースもすごいっすね。これもストップできた、バックで返していく、フォアハンドはネットだ。うわー、クエスト、ここは1本返したい。1点動かずにやり直しになります。9対7のまま阪神党のサーブ、ストップ、フォークロス、バックハンド押していく、はいはい、仕掛けたい張本、どうか、チキータストレートに送ったボールは、ステーションとしてこの張本智和を紹介しています。日本対中国のチームワールドカップの決勝戦、中国の新世代エース阪神党相手にしっかり自分のポイントになってるんですね、相手のボミス、イージーミスで点を取ってるんだと説しています。ロブサブ、惜しい、惜しい、はい、阪神党の逆をつく場面がこの試合何度もあります。 YG サブでいった、先決め、バックハンド、バックでつなぐ、成長という部分は感じますか。やはり精神面でしょうね、精神面、はい、はい、負けていてもね、諦めずに戦う、はい、あるいは団体戦として、ね、はい、みんなと戦う、はい、そういう経験、してくれていると思うんですよね、はい、ですから精神面で成長していってるなと。観客への姿勢、こういう部分を示して下の選手がそれを見て少しでも何か、今阪神党を苦しめている張本、チキータが来る、バックで返した、フォアハンドはボールに当たってしまった。川野さん、はい、形は今張本だったと思います。そうですよ、何度もね、そういう形になってるんですね、やはり、まあ、バックハンドネットだ、
15、6歳の頃から信じられないボールを打っていました。14歳、身長も今伸びてきて173センチ。張本、3点差。ちょっとこの時間帯に張本がタイミング合わないような感じなんですけれども、そうですね、やはりね、阪神とか厳しいコースをついてきてるんですね、はい、よりコースが厳しくなってきてますか、はい、また打球点もね、少し早く YG サーブ、まあ、クロス、フォアハンドのクロスはですよ、ね、そこはパワーなんですね、はい、ストレート打たれた。その筋力という部分、フィジカルは、まあ、フットワークも含めた倉島監督もまだまだ当然中学生ですからこれからですと言っています。波の中学生以上の、波のアスリート以上のフィジカルは持っている張本ですが、あ、チームワールドカップの決勝戦、日本対中国、第1試合ダブルス敗れた日本、第2試合のウェスタイムズ、張本褒めた。いやー、河野さん、はい、何かもうどんどん張本が一球ずつもはや進化している感じがします。フォアクロス、いやー、決まった。フォアハンドも十分通用しています。阪神党もね、張本のボールに慣れてきましたけど、阪神党のサーブ引いた、それに送ったというね、なるほど、少しでも厳しくしたい、それがミスにつながってるんだと思うんですね。それだけハイリスクなプレーをしてるんですね。そうですね、はい、そしてここもバックサイドに長くサーブを打って、それが決まった。それを淡々と黙々とハイリスクなプレー、中エースに張本を据えてこの決勝戦中国と戦っています。うわー、決まった。今のはいいね、威力あるいいボールでしたね、はい、これを張本はやり続けようとしてるわけですね。そうですね、河野さん、はい、存分に見せてくれています。バカンド、うわー、ここはパワー上がります、阪神と。まあ逆を突かれているんではなくて、しっかり反応してますよね、はい、ただ相手のですね、はい、惜しい、このバックの打ってくる、よし、オーバー、はい、その張本はハイリスクのプレーをしているゆえのミスも出ているということですが、それはもう続けていいんでしょうか。変えたら行くか、回り込んでるスキータ、ストレートバックハンド、フォアで返す、バックハンド、激しいラリー、ここは押し込まれた、パワーで押された。やはりね、張本はね、はい、今のようにいい球と思いますね。膝クロスにターン、ストレート入ればこうなるわけですね。そうなんですよ、いや、見事なバックストレートでしたね。素晴らしいですね、ノータッチですから。バックストレート、今度は入らない、やはり、ね、はい、下がった、守るバックハンド、なるほど、逆襲のカウンタードライブ、下がった後すぐ前につきましたよね、いい勝負、スキータクロスに止める、バックハンド、これをカウンター返していく、前についた、うわうわ、これはね、さあここから追いつきたい張本、サーブです、サイドを切るストレート、逆にネットに当たってしまった、非常にいい狙いでしたが最後一歩及ばず、ただ飛んで